偶然だな。受験の結果を担任に知らせに来た。合格だった。ありがとう。ああ、ここを離れ点訳寮の用意した寮に入る予定だ。おそらくそうなるだろう。実は今日ここに来たのにはもう一つ目的がある。あ、できればお前にも付き合ってもらいたいのだが。ではついてきてほしい。穴を掘りに行く。幼い頃に守護者全員でタイムカプセルを埋めた。今日この日の夕方再び開ける約束をした。俺たちは当時から守護者という自分たちの役割についてなんとなく想像がついていた。自らの命が鬼切丸の封印を守り玉依姫を守るための命だとどこかで分かっていた。自分たちの命や未来が自分たちのためにないことを理解していた。最初に言い出したのは真宙だったか。タイムカプセルはひょっとしたら自分がここにいたことを残すための遺言のつもりだったのかもしれないな。悲しい顔をする必要はない。もう過去のことだ。俺たちの宿命はお前が払ってくれた。お前が俺たちを自由にしてくれたんだ。確かここだ。あの頃は再びタイムカプセルを開けるとき全員揃っていることはないだろうとなんとなく思っていた。だからみんなでここにいる情景をこの目に焼き付けておきたかった。それ以来この場所はずっと色褪せない思い出の場所になった。みんなは忘れてしまったようだが、未来に目が向いているのはいい傾向だ。
懐かしいな。まだここにあってくれたか。これはみんなに届けなければいけないな。春になればここにも来られなくなる。他のみんなはいなかったが、お前とタイムカプセルを見つけられたことが俺は嬉しかった。なぜ泣くんだ。そうか、よかった。寂しく感じていたのは俺だけではなかったのだな。きっとお前の何倍も寂しいと思っている。女性が涙を流すときはこうやって慰めるといいと聞く。効果はあったらしいな。よかった。なんだ、先輩も来てたんすか。だから言ったろ、雄一がこういうの忘れるわけないんだよ。これでみんな集合ですね。ほら、九谷先輩も早くこっちに。俺は関係ねえってのに巻き込みやがっていいじゃないですか、せっかくですから。お前たちどうして。今日はタイムカプセルを開ける日だろ。俺たちが忘れるわけねえだろ。先輩のうちにも行ったんですけど、留守にしてるって言われたんです。小村君が先に向かってしまったのではと思って急いで来たんですけどね。少し遅かったですね。そうか、そうだな。お前たちが忘れるはずはないな。ああ、このビー玉、夏
懐かしいな。このロボ消し人形コレクション、俺の宝物だったんだぜ。勝手に思い出を捏造しないでください。それ俺が集めてたのを無理やり略奪したやつじゃないですか。こまごまとしたことを言ってやがるな。おや、未来の私に宛てた手紙ですね。なになに？今でも守護者のみんなに苦労させられていますか？もちろんですとも。おい、オウミ、お前の笑顔から殺気を感じるのは気のせいか？悪いがみんな、静かにしてほしい。こいつが何か大切なことを言っている最中だった。まだ内容を聞いていない。秘密にしておきたいことだったのか。まあ、言いたいことがあるなら言えばいいんじゃねえか。目的は果たしたし、俺らは退散するか。先輩、お鍋の用意をしてますから、あまり遅れないでくださいね。ダメだ。お前にはまだここでやることがある。玉依姫としての仕事もあるだろう。せっかくの高校生活を途中で投げ出すこともない。俺のわがままを聞いてくれるか。俺と同じ大学を受けてほしい。そうすればまた一緒にいられる。大学を受ける頃にはもうこの地もだいぶ落ち着いています。あなたが大学で過ごす期間くらい、私たち守護者がこの村を守りますよ。違う土地で勉学に励み、見聞を広めてくることは、あなたにとっても、玉依姫にとっても、良いことです。ああ、お前がしたいようにすればいいと思う。ついてきてくれるだろうか。それがもし無理でも、大学を終えたら俺はまたここに戻ってくる。その時はお前と一緒に過ごしたい。ずっと離れずに一緒にいたい。
タイムカプセルを回収しに来て、まさかプロポーズを見届けることになるとは。いやはや。ああ、やれやれ、帰って鍋やろうぜ。思いっきり豪華なやつ。こいつらの祝いと俺たちの残念会だ。説明する気にもなんねえよ。お前は何にも知らずに幸せでいりゃいいんだ。お赤飯でも炊いた方がいいんですかね。そういえば意外と何も言いませんね、二人くん。俺の主が決めたことだ。俺がどうこう言う立場じゃねえだろ。いい子ですね、九谷くん。気色悪いこと言ってんじゃねえ。行こうか。